この敷地私のもんだ、入んないでとか2年間売れませんでした。物件の調査だけじゃなくて近隣調査が大事、おっさんがこんな半ズボン履いてる。近隣に迷惑住民ってのがいて、邪魔されて2年間売れずに放置した地獄物件、これは大変でした。いやそれ一番大変、仕入れ金額1億円です。金利が月60万ぐらいずっと負担してました。年間、月ですよ、月年間だから720万、で2年間で1500万ぐらい。でこれ物件としてはパリッとしてて、調査しても全然問題ない物件なんですよ。でも売りに出して物件案内行くじゃないですか、出てくるんですそのおばさんが、この敷地私のもんだからここ入んないでとか、全然僕のもんなんですよ、まあ、ボケちゃってるというか認知に問題のある状態なんで、で説明するじゃないですか、いやここはこうこうでこういう契約をして私は買いましたと、で納得してくれるんですよその時は、あじゃあ大丈夫よってなるんですけど、次また行くと、いやいやいやここ入んないでって始まってっていうので2年間売れませんでした。それは大変。友達がこうたのよ、ほんならそれ田舎の方で田舎暮らしをするというので早期リタイアした人が、はいはいはい、トイメに住んでて、ご夫婦で、ご夫婦で挨拶しても無視。ゴミが出るやんか、はい、ドラム缶で、はい、燃やしてたの、はい、消防車呼ぶんやで、完全に嫌がらせですよ、うん、変わってんなって。ほんでもう散歩行く時にその人チラッと見たけど、うん、おっさんがこんな半ズボン履いてる。ホットパンツですか。テニスウェアみたいな。普通テニスウェアでもこんなもんやん、はい、ちょっと膝見えるぐらいの、こんなんやねん、ちょっと5センチ10センチ短いねん。これでこんな半ズボン履いたおっさんとおばあが散歩行ってんねん。変わってんなこういう人って。これすごい重要なお話で、あの不動産買うときはやっぱり調査って、物件の調査だけじゃなくて近隣調査が大事なんですよ、うん、だから俺思うんやけど、不動産屋なんで売るだけで近隣調査代取ったらいいのに。あそうですね、うん、不動産屋ってそれ抱き合わせた方がいいと思うよ俺。また不動産屋も不動産屋も悪いわ。例えばやけど学校のそばでなんか商売しようかなとかと思う人に大体な見に来る、あじゃあ3時半、3時から5時ぐらいの間で時間が取れますけどって言うねん。ほんで行くやろ、ほんで人通り多いからいいでしょって言うの。学校帰るときやねん、ちょうど下校時間ですからね。下校時間やねん。それ過ぎたら誰も歩いてんかなみたいなとか。だから不動産見に行くときは19時以降ほんだら隣近所がどういう生活してるかっていうのが分かるさかいに、上に子供住んでたらドタドタするなとか、そういうのはやっぱり19時以降に見に行かなあかん。だからあの不動産屋が行こういう時間に絶対見に行ったらあかんって。あれ不動産屋があの一番有利な時に行こうって言うから、うん、だから不動産屋は詐欺師と思え。極端ですね。まあでもこれ本当当たってて、あの不動産もし買うならですよ、夜と朝とあと天気、雨の日とかのパターンで見に行った方がいいんですよ。やっぱ日当たりとかも時間帯によって違うんで、うん、もうじゃあ誠司さんそれでなんか騙されたなっていう経験があるんですか。いやあんねんあんねん。あっでその物件借りてるとかも全然おらへんがな。にビルが2棟建ってて、浄水プールがそのビル2個で1台やったの。それが俺が借りた方の物件が地下1階で、はい、その下にあったんかな。ああああああ。それでやってたらちょっと壊れてて、もうえげつないカビ。ああ。地下とかやっぱ日当たりあるとかカビ発生しやすいです。だからそれももう見に行く時にはもう綺麗に掃除しておるから気づかへんねんけど、借りてからもどえらいカビが出て、まあそれ結構揉めたそれは。ああ。うん。これ結構一つ不動産あるあるで、やっぱカビの問題ってのはありますね。カビある。地下とかはどうしても起きやすい、発生しやすいんで、そこはやっぱりあの1回だけじゃなくて2回3回見に行った方がいいですね。
スケルトン返しな。ああそう、店舗の場合特に店舗の場合スケルトン返し、これ気付けなかった。契約書にあのうちの指定のところでやってください言って、あその解体を、はい、解体あのスケルトンに戻す時に現状回復をですね、現状回復はうちが契約している会社を使って直してください言って、この間友達が出る時に、6000万スケルトンにするのに、あの要は財閥系の持ち物の、はいはいはい、でその指定業者も財閥系の、あ、はいはい、でそれで6000万ってなって、これは太いです、それはあかんで言うて、うち の知り合いがうちでほんな見積もり出してみようか言って見積もり出したら3000万切ったって、こういうことがありますから、ありますから、実際裁判したら絶対勝つらしいんやけど、はい、うん、あの極論勝ちますけど、ね、うん、はい、ただ裁判長く続くし、はい、面倒くさいからっていう、裁判費用もかかって時間かかるんで、そこでそれだったらもう払っちゃおうっていう人も結構泣き寝入りしちゃう人多いんで、だから夜逃げした店舗とかバーガー聞いたらやっぱスケルトンに戻す金もないね、はい、だからやっぱ最初にもらう保証金っていうのはそういう場所で言うと12ヶ月とか10ヶ月とか8ヶ月とかって、そこでまあオーナーさんは一応保全を図るんですけどね。いやでも使ってもらうのみんな、オーナーあれ本当は使っちゃダメなんですよ。そうそう、使ったらあかんねんな。だからそれでむちゃくちゃ揉めるやろ。揉めます揉めます、うん、だから基本不動産は騙すぎてきとるから下の人が玄関に、はい、昨日の何時うるさくて寝れなくて子供がもう体調崩しますってバンと当てたんやけど、なんか書いてあんねって嫁に見せたら、ああこれあかん、あんまりにかなかって、でもお前結構遅い時間まで起きててんなって、えいや私も息子も寝てるわってなって、あお結局あの配管の音で、あマンションだから、マンションやから配管で、要はお化けビルとか幽霊出るっていうの全部そうなんですよ、はい、配管で声が通ってとか振動が行く境に上がどんどんしてるからやって、上の住民の振動じゃないねん。そうなんです、これマンションあるあるで本当にありますあります、換気扇のとこに鳩が巣作ってそこでポッ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 みたいな、キッチンでポッ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 みたいな、腹立つねあれ。いやそういうあのマンションは本当あの音が隣から聞こえたからって隣の人に行くとトラブルになりやすいんで、これはあの管理組合にちゃんと言って調査した方がいいですよ。はい、あとはこれあのトラブルあった場合は分かりましたと、この普通の生活しててそんなトラブルになるということはこのマンションは欠陥住宅に間違いないと、だから住民全員で被害者組合を作りましょうあなたが会長になってください私が副会長でありますからって言うと大体みんな黙ります。あなるほど、うん、その回避策なんですね。そう、あの敵をね、敵を今向こう文句言うてきたやつの敵が俺やった場合、はい、別の第三者に一緒に戦おうっていう敵を作んねん。ほんならもうこっちは俺に向けてた怒りをこっちに持っていかざるを得へんなるからここは全然関係がなくなるの。士気を高めるの上手そうですね、うん、でもほんまにしたらね、はあ、うん、これでどんどんあの仲良くなっていくというか、その生活トラブルはなくなる、うまくいなせるんですね、うん、これ皆さんの使ってみてください、うん